お腹が引っ込まないけど、腹筋やっても引っ込まない。そう思ってませんか？今回は私が2ヶ月でウエストマイナス10センチいった腹筋方法を紹介します。お腹を引っ込めるために大切なのは、腹直筋ではなく、お腹を薄くする腹横筋、ウエストを細くする腹斜筋、この2つを鍛える必要があります。今回の腹筋は、呼吸をしっかり止めないように意識をして行ってください。通常の腹筋よりもお腹が引っ込めやすいので、マイペースでいいです。一緒に頑張っていきましょう。まずは足をできるだけ抱えていきましょう。息を止めないように注意です。足をしっかり起こすことで骨盤が起きて腰が丸くなります。これがお腹を引っ込める姿勢のポイントです。足をここで止めたらもったいないです。こっちまで持っていきましょう。OK、片足ずつ行っていきます。ゆっくり下ろしたらしっかり抱える。抱えるときは両方一緒に抱える感じでもいいです。お腹を引き伸ばして縮める。片足残すことでレッグレイズよりもお腹が力入ったままキープできます。両足で行うとね、足がね持ってかれるんで。はい、今度は膝を曲げて床をタッチしたら抱えましょう。ゆっくりタッチしたら、ももを胸につけるイメージ。最後までやったらしっかりお腹が引っ込みますからね。動きは少しでいいです。あんまり大きくてもね、他のところに力入っちゃうだけなので、腹斜筋だけに力が入るように少しだけ入れればいいです。今度は今の感じで足を回していきます。横に回したら横に戻す、同じ方向ばっかりやっていきます。難しい人はね、手で踏ん張ってください。円を描くような感じです。次は反対回しです。この丸を描くレッグレイズがとにかく腹部をすごく引き締めてくれますから、お腹周りが気になる人はねおすすめです。膝をパカッと開いて万歳、これでキープ。万歳したら腰に隙間が空くと思います。この隙間を埋めるようなイメージ。ちょっと膝をね少し閉じると腰に隙間が空きにくいと思います。
このポーズだけでもなんか引っ込みますからね。このまま手を前に伸ばしましょう。少しだけ起きたら戻る。息吐きながら、息がなくなったら戻る感じです。今度は足を大きく開いて、膝をタッチしたら帰りましょう。背中を丸めていくイメージです。今度は膝を上げて起きて、手を振ったら返す。2回手を振ったら返りましょう。今度はうつ伏せです。上体を反らしましょう。辛い人は手を少し前にしてください。これでお腹を持ち上げながら息を吐きます。はい、そしたら足を真横に持っていきましょう。上体反らして後ろ向いて息吐きます。外腹斜筋がねしっかり収縮すると思います。反対も同じです。肘ついてつま先立ち、体を上げたら下ろす。逆だ。息がなくなったら降りましょう。ポイントはお尻をしっかり締める。今度は片方膝を伸ばして片方は膝つきます。途中で入れ替えます。息がなくなったら膝を入れ替えます。
オッケー。最後までできた人はめちゃくちゃ優秀です。今回はお腹が必ず引っ込むメニューになってますんで、毎日1回コメント欄を使っていいので記入して続けてください。やった人はコメントください。あなたを理想のボディにメイクします。チャンネルメンバーシップでは一人一人に寄り添います。こんな悩みはありませんか？気になる部位が変わらない、メニューが多くて選べれない、運動が習慣にならない、何が正しい情報かわからない、体型を今すぐにでも変えたい、たくさんの入会特典があります。あなたにぴったりなメニューをご提案、エクササイズメニューを配布しますので、毎日のエクササイズに悩むことがなくなります。毎週木曜日に限定動画を配信します。無料の動画よりも濃いコンテンツを見ることができます。 LINE で何度でも個別相談ができます。 LINE オープンチャットにご招待します。プライベートイベントを告知します。今後も特典はたくさん増える予定です。皆さんに寄り添ってボディメイクします。月額5500円のところを今だけ1790円でご提供いたします。金額以上のリターンは必ずある内容になっています。皆さんのご参加をお待ちしております。